ハッキングとかサイバー攻撃っていうのは全くこう知見のない方でも手順さえ追えば同じような攻撃っていうのはできると。仕事用の PC を何らかの形で私的利用してるんですね。タブレットでもパソコンでもいいんですけど、非常にハイスペックなものが狙われ始めてる。家庭のネットワークっていうのは会社の中のネットワークと違って守られてないあのケースというのがございますので、あのそこから何か入り込んでくるリスクが高くなってるっていうのがまあ現状なのかなと思います。なのであの今実はハッカーがですね、一番狙う先というのは、コアシステムではなくて、皆さんの端末である。まあ、そういうところからですね、サイバーセキュリティのリスクっていうのはこのコロナ禍以降起こってるんだろうというふうに思っております。攻撃のチャンスっていうのはどこかしらからやってくるものだっていう考え方を持って、やっぱりこう境界を今一度見直す必要があるんですね。なるほど。必ずやられる前提っていうところの、 あの言葉があったと思うんですけど、やっぱりこう何ですかね、セキュリティのことを考えるときに、まあ、守る抑えるではなくやられる前提での対策っていうのもやっぱり考えていかなきゃいけないってことなんですかね。そうですね、まあいわゆる僕らこう1枚目のドアとか、はい、2枚目のドアとか言うんですけど、はい、例えば川口さんが受信したメールについていた添付ファイルを開くっていうのが1枚目のドアですよね、はい、ですごく巧妙なので、開いちゃいますよねと。問題は開いてから端末が感染してしまうかどうかなんです。でここは技術のお話で、川口さんが開いてしまうことはもう仕方ないと。もうヒューマンエラーみたいなことですよ ね、はい、要するにファーストドアは開いたんだけど、その先まで行かないような仕組みがあったっていうところで止めれることっていうのがまず一つと、それでも止められなかった時に、例えばそのエンドポイントだけではなくて、まあ、他のネットワークのところで止めましょうとかっていう、まあ、これが多層防御の考え方なんですけど、まあ、もう一つ全部のドアが蹴破られて被害が出ました。例えばもう端末がロックされましたとってなった時に、ああ残念でしたねで終わるのか、もう一度その PC をちゃんと復旧させられますっていうものか、これ結構大きな違いがあるんですよね。もう一つだけちょっと補足させていただくと、OS とかよりも以前の問題で、マザーボードとかをですね、こうどういうふうに、うまいことを使って、こうパソコンをパソコンたらしめるというかですね、そのいわゆるハードウェア領域みたいなことですか。まあそうですね、要は OS よりももっと基礎の部分だと思っていただければいいです。で、今回ですね、このウルフセキュリティというブランドというか、そういうものをですね、立ち上げられるにあたって、その他のセキュリティベンダーとの違いっていうのは、HP さんがハードウェアメーカーであるっていうことなんですよ、いわゆるアンチウイルスソフトを作ってるだけのセキュリティベンダーと、今までメーカーとしてパソコンを作ってきた会社とで比べると、この OS よりも下のレイヤーに対する理解度っていうのが全くこれ違うわけですよね。例えばあるセキュリティベンダーが出しているセキュリティ対策ソフトのドライバーが、それ自体が脆弱性を持ってたりとかですね、要するにセキュリティソフトとして入れてるのに、それがセキュリティホールになっちゃったとか、そんなこともあり得るんですね、これなんで起こるかというと、そのバイオスの部分とか、もっと基礎的なところに対する知識が不足しているベンダーが作るから、そういうことが起こるわけです。でもっと言うと、バイオスを狙う攻撃とかっていうのもあるわけですよね。そこに対して、どれぐらいケアできるかっていうのは、やっぱりその知識とか、今まで作ってきたっていうようなところに依存しますので、なかなかこれベンダー選びもですね、こう考える必要があるわけですよね。真相部の方に入り込んでいくってことですかね。やつらはもうそれこそ24時間そういうことを考えてるわけですよね、そこに立ち向かわないといけないってなると、やっぱりそこに関するディープなナレッジっていうのが必須になってくると、ここがですね、ちょっと今回のこのウルフセキュリティの、一番の強みというかですね、そこがウルフを選ぶ、一番の理由といっても過言ではないのかなと思います。なるほど。
なんかこう私なんか一般のビジネスパーソンからすると何ですかね、こう建築のこう基礎作りみたいなところからずっとやっていらっしゃるっていうところがやっぱりこう強固な住宅を作るみたいな、うん、あの例えにちょっとなってしまうんですが、なんかそういったところでこうやっぱりそういったところそのハードウェアとの企業としてやっているからこそっていうところの今の西尾さんのお話を受けて串間さんどう思われましたか。おっしゃられる通りで、あの基礎が大事なんです。やっぱり、うん、あの安全基準を満たしたあの構造物になってるかどうかなんて、ね、まあ、うん、あの家住む時にはねそういう基準っていうのをすごく重要視して選ばれると思うんですけれども、はい、あのパソコンもそんなものになってきてるのかなと思います。例えば OS を常に最新の状態にしておくであるとか、はい、全てのパッチを当てておくであるとか、うん、でも同じようにですね、まあ、ハードウェアの領域においてもあの標準化されているものはあの採用するときに基準として設定しておくっていうことをしておくっていうのがまた大事になってきてるのかななんていうふうに思っています。レジリエンスの観点なんていうのはすごく大事になってきてましてですね、そのファームウェアがあの何らかの形でやられちゃいましたといったときに、うん、本当に信頼できる安全の状態に戻してあげるっていうことがすごく大事なんですね、うんうん、レジリエンス度のレベルってどれぐらいなものなんですか今最新の状況っていうのは。事業が継続できるかっていうのはまず一つ非常に重要です、はいはい、でただただ端末を守ればいいっていう話じゃなくてですね、はい、これもう一つ考えないといけないのはどのぐらいそのパソコンのローカルで作業をする前提なのか。あなるほど、はい、要するに、一番いいのはですよ、うん、一番いい理想的なのは、まあ、SaaS を利用してます、はい、マイクロソフトの O365 を使ってその上でドキュメントをあの編集したりとか、はい、パワーポイントでスライドを作ったりとかしてま す,、はい、てますでという人がいますと、はい、その人が端末を乗っ取られました、はい、止まっちゃいました、うん、全部暗号化されました、うん、でもそれを復旧することができました、うん、そしたらそのまま仕事できますよ ね, できますね。ただまあ気をつけないといけないのはランサムだけではなくて最近二重脅迫型といって、うん、ロックするだけじゃなくて送っちゃう場合もあるんですよね。今ランサムウェアを使う攻撃者っていうのは交渉 の, あのオプションを2つ、うん、材料を2つ持ってるわけです、うんうん、1つはその暗号化解かないぞと、うん、金払い、うん、でもう1つがその、盗んだ情報を公開するぞ、うん、金払いってことですね、うんうん、でこの2つがあるから厄介なわけですよ。なのでそのうちの一つである暗号化解かないぞ金払えっていうのを塞いでしまうっていうのは、うん、もう向こうからしたらその盗んだ情報を公開するかどうかっていうところでしか交渉ができなくなる、なるほど、まあ、まあ十分困るんですけど、はいはい、まあ、圧倒的不利な状況からは打開をできるっていう意味でその、なんだろう、安全に復旧するっていうのはまあなんだろうな、 こちら側 の, 取り得るカウンターの手段として有効だという話が一つと、うん、もう一つは世の中にはですね復旧ソフトって結構あるんですよ、はい、で復旧ソフト走らせると、まあ、確かに復旧するんですよ、うん、そういう場合ってそのソフトが復旧できるのは OS から上なんですよ。あなるほど、はい、さっき言ってたその深層部とはまた違うところってことですね。そうそうそう、 OS の上はきれいに復旧するんです、うんうんうん、なんですけどもうすでにマルウェアはそれより下の BIOS に専従しているので、はい、ここをきれいにして復旧しないと何も意味がないわけですよね、はい、なるほど。だから何をもってリペアできたというのか、はい、何をもって復旧できたというのか、うん、っていうのはやっぱりこの BIOS のレベルから考えないといけないっていうのが今のその世界の考え方であり標準を作ろうとしている、まあ、ことの一つですよね。なるほど、はい、なるほどなるほど。今のあのお話の流れの中で串間さん何かこう事業者としてこう何か補足することとかがあったらぜひお伺いしたいと思うんですが、まあ、これ実はあれですよね、あのマルウェアに侵害されて以降だけの話ではなくて例えばパソコン流通してる過程で変なも混じっちゃうっていう可能性ってあるんですね。はいはい、で、あの、まあ、ファームウェアなんかもそうです。まあ、蓋開けて新しいもの買って導入したばっかりなんだけど、実は最初から悪いものが混ざってましたというようなことになるわけなんですけれども、うん、知らないうちに裏蓋開けられて変な USB のモジュールが中にくっついてましたなんていう、まあ、リスクもあったりするんですね。これまあ当然あの侵害された後安全な状態に戻すということも重要ですし、あのこの箱そのものがあの安全なんだっていう保証を
どうそれを確認していくかみたいなことっていうのもこれからも大きいテーマになってくるのかなっていうふうに思います。あとファームウェアに関しては当然何か改ざんがあったら、先ほど申し上げたような仕組みで侵害されていない、HP が保証を証明できるような安全な状態に戻してあげて起動するっていうようなことをしたりとかですね、そういうなんかプラットフォームとしてアシアするようなですね、そんな仕組みっていうようなものを取り組みとしてはスタートしたと。ありがとうございます。最後のテーマに移りたいと思います。これからのセキュリティはどうなるのか、総じて特に企業とか個人が、最低限やるべきことであったりとか、どんなリテラシーが必要になるのかについてちょっと教え、最後まとめていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、日本企業はですね、まずセキュリティ投資って言葉分かってますかと。なるほど。でこれって守りの投資と攻めの投資ってあるわけですよね。守りのセキュリティっていうのは、その名の通り攻撃されないために守るわけですよね。で攻めの投資っていうのも一方であって、これ何かというと、基準を満たしてないと例えばその国の政府調達に入れませんよとかっていうことがこれあるわけです。そのためのセキュリティ予算というのは、これは回収が見込める投資なので、なるほど、 ROI の R が取れる投資なので、これ攻めの投資なんですね。これ皆さん結構これ誤解されていて、セキュリティはコストだねって言われるんですけど、回収できるセキュリティ投資もあるわけですよね。まずはこれを経営層が理解しないといけない。例えば起こるか起こらないか分かんない災害に対してですね、いくらの対策予算をつけますかっていう問題があります。でいっぱい対策しましたと、でも10年経っても20年経っても何も起こんなかったね。そうすると、いやこれはインフラ投資で、その例えば周りのそれに関連する企業にお金ばらまいたな、あの市長はって言われるわけですよね。なんだけど、じゃああんまり投資しませんでした、災害起こりました、あの市長は何をやってたんだって言われるわけですよね。これがまさに今サイバーセキュリティの担当者が社内で置かれている状況なんですよ。それをじゃあどうやって解決すればいいかというと、この考え方の指標の一つが全館注意義務、冒頭に申し上げたやつですね、要するにどこまでやっていれば、注意十分だったか、どこまでやってないと注意不十分か、で米国ではこれも明確に情報分類があってですね、いわゆるシークレットとかトップシークレットとか、あとコンフィデンシャルとかですね、いろいろあるんですが、そのうちのですね、コントロールドアンクラッシュファイドインフォメーションという、CUI って呼ばれている、政府だけじゃなくて、民間企業が生成する情報でも国家安全保障にとってすごい重要だよねっていう情報っていうのをこれ CUI というふうに定義したわけですよね。例えば今だったら AI の技術だったりとか、あとはその自動運転の技術、これ軍事転用できますんで非常に重要だと、でもそれって民間企業が生成するよね。そうですね。でそういうものっていうのは、じゃあどういうふうに守らないといけないのか、要するにこれ守らないと、例えばその会社が、サイバー攻撃を受けて中国にもう丸ごと持ってかれちゃったとかってなると、米国の安全保障に関わるわけですよね。これはもう法律で決まっていて、 NIST の SP800 の171っていう基準があって、これが彼らの全館注意義務なわけです。要するに米国において CUI を扱うのであれば、 SP800 の171以下の水準っていうのは、これ訴訟になった場合には過失責任が認められるわけですよね。なので明確な基準があるわけですよね、少なくとも米国においては。なるほど。一企業単位の中にも、残念ながらですね、日本というのはこの今まで全館中ことサイバーにおける全館注意義務って、このサボりにサボり倒してきたわけです。そうなんですね。例えばもう Windows アップデート何もやってません、でもう端末もなんかもう買ってきて適当にラベルだけ貼って、従業員に渡してます、カフェからでもどっからでも仕事してください、でサイバー攻撃受けたとするじゃないですか、日本での扱いは、かわいそうにサイバー攻撃受けて、被害者として扱われる、でも米国だともう株主黙ってないですね。全館注意義務を全うしてない、その IT の取り扱いをしてたから情報が流出した、レピテーションが下がった、社会的影響があった、だから株価が落ちた、これは経営者の怠慢であるっていうので代表訴訟を打たれるわけですけれども、日本っていうのはまず線がないので、一回一回ディベートなんですよ、裁判になっても。なので、こと経営者に対して一番言いたいこととしては、
まあ、本来ですねセキュリティ担当役員とか、うん、その、まあ、CIO とか CTO っていうのはその自分の保身のためにセキュリティ投資をやるべきなんです。なるほど。要するに、まあ、あの人はなんかチーフになった途端にセキュリティ投資やってるねと、あの人保身だよねあれって言われないといけないわけです。うん。でも世の中一般の日本のそういうポジションにいる方々はいかに投資額を下げるかっていうことに終始してるわけですよね。うん。これはね非常にこうなんか道理と逆行してるというか、そうですよね。まあ、自分からそんな使わなくていいですって言うんだったらそれはもうどうぞ代表訴訟を打たれてくださいっていう話で僕はそう思うんですよね。なんか今のお話聞いてて逆になんでやらないんだろうというふうに思ってしまいますけれどもね。だから多分ですね、うん、ちゃんとした理解ができてないというのと、うん、もう僕もびっくりしたんですけど、うん、いろんな会社コンサル入るとですね、いや西尾さん僕らの日本っていうのは攻撃あんま受けないんだよっておっしゃるんですよっていう話。気づいてない、うんうん、だから あなた正気で言ってるのかって僕は毎回言うんですよね。それがこう経営層に対するメッセージです、うんうんうん、でそのまあいわゆるこう社員さんですね、うん、日々こう使われてる方々においてはその、まあ、いつでも狙われてるんだぞっていうことを考える必要がある、うんうん、であとはまあニュースとかですね今一度ちょっと見方を変えてほしいなと思いまして、はい、まあ、ちょっと宣伝ですが私のこうアカウントをフォローしていただくとですねいろんなこう攻撃をピックして、はい、まあ、これはこういう攻撃だねとかこういうとこ注意しましょうっていうのを、はい、まあ、僕以外でもですねいろいろ発信している人いるので、うんうんうん、まあ、ちょっとアンテナ立ててですね見てみると、はい、でまあ、そこそこのポジションにおられる方、まあ、例えば部長さん、うん、まあ、本部長さん、うん、課長さん、うん、まあ、ご覧になっていれば、うん、ちょっとその世の中の状況とですね、うん、まあ、ご自身の会社の IT 部門の状況、うん、これをちょっと今一度見直していただきたい、うん、その上で君ちょっとこれはないんじゃないのかねとかですね、うん、そういう、こう声をですね社内から上げていかないといけない、うん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 、ありがとうございます。串間さん、ちょっと最後にぜひHP さんでもどういったソリューションを提供できるのかぜひご意見を伺えればと思います。本当に、まあ、経営者の方には、まあ、投資として捉えていただくというのは本当に今お願いしていきたいところであると思います。で実際に組織としてプロセスとしてきちんと管理していかなきゃいけないというのは事実ではあるんですけれども、まあ、我々ベンダーの目線からはですねよりそういったものをまあ、簡単に実装できるようなテクノロジーソリューションというのを提供していかなきゃいけないのかなというのことで、まあ、日々邁進をしているところです、うん。まあ、実はユーザーさんにとって一番気をつけなきゃいけないところというのは全てのまあまあそう侵害のですね、まあ、本当に7割とか8割とかっていうのはデスクトップから発生してるんですね、うん。まあ、結局はまあパソコンなんですね、うん。例えばオフィスのファイルとかこれ前実はメールに添付されているものですね、 PDF とか、うん、ウェブアクセスした時に何かやられちゃいましたとか、うん、あと USB を経由してての、まあ、実は 99% が人間のそのワンクリックから始まってるんですね、はい。まあ、正直手口が巧妙すぎるんで誰でも引っかかる可能性がある状況になっています。で今日もすいません、私遠隔から Zoom で参加させていただきますけれども、まあ、Zoom の、まあ、コラボレーションしながらチャットの領域の中で URL のやり取りをするなんてこれ普通で、生産性維持しようと思ったら普通にクリックしますよね、うん、でそこにもし何かあったらどうなるんだろう、まあ、そんな世界なんですね。あともう一つはですね、先ほどのファミリー領域の話ですけども、やっぱり蓋を開けた瞬間に安全であるっていうことも大変重要なんですね。本当に Windows のパッチを全部当ててますっていうのと同じレベルで少なくとも一般化してる標準化されてるようなセキュリティの仕様に関しては調達するときに入り込んでいてあげるってことを経営の目線で、うん、まあ、IT 部門調達部門に、うん、まあ、指示を出していただければですね、うんうん、まあ、その具体的なところっていうのはまあまあ、プロの部下の方々がまあ、動いてくれると思いますんで、うんうん、まあ、だいぶ状況うん、底上げという意味ではかかってくると思いますので、はいはい、HP 自身はまあメーカーとしてそういうものに耐えられるような、うんうんうん、きちんと選定いただけるような、うんうん、テクノロジーを製品としても組み込んで、まあ、提供していこうというふうに考えております、う
ありがとうございます。まさにね、先ほど西尾さんがおっしゃっていた経営者の選択の一つとしての今の多分あの串間さんのお話でもあるのかなと思うので、はい、あのぜひちょっと経営者の皆さんもこれを機に本当に自分ごと化しないと危ないなっていうのは一ビジネスパーソンとしても思ったので、はい、ありがとうございます。さてお時間が来てしまいました、本日は西尾さん、串間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。